皆様こんにちは、猫倉理恵です。今日はですね、先日行ってきましたトータルパーソナルイメージコンサルティングの様子を動画にしてお届けしたいと思います。こちらのサロンさん、とにかく大人気のイメージコンサルティングサロンさんで、私はここ3ヶ月越しでようやく予約が取れました。今回は骨格診断、顔タイプ診断、16カラー診断の3つ、これを贅沢に全部乗せ診断でお願いしております。担当してくださるのはこのサロンのオーナーさんで、この方がとにかくすごい方でした。まずは日頃のメイクの悩みや好みのファッションなどを楽しく雑談しながらヒアリングしてもらいます。今回このコンサルで私が特に知りたかったのは、メイクのアップデートと自分の着痩せ服を100発100中で選べるようになりたいということです。これももう恥ずかしがらずに最初にはっきりお伝えするのが大切だったなと思います。今日この顔タイプ診断っていうので見ていきます。お顔ですね、この後私のスマホでお顔の写真をお送りして、でここに定規当てながら、電卓で比率で出して、電卓がここって言ってますっていう診断なんですよね。主観じゃなくてね、私の客観的に電卓が教えてくれます。お願いします。で正面から2枚、横から2枚お顔の写真撮ってきますね、でその時に笑って口角上げちゃうとちょっと顔が違って出ちゃうので、真顔で真顔でします。じゃあまず正面から2枚いきます。このサロンさん、とにかく資料のボリュームがすごかったです。で写真も多くて、素人にも分かりやすく伝えてくれました。リエさんのお顔のちょっと、真顔のお顔の写真ちょっと嫌かもしれないみんなね、ここ嫌なんですよ、いいですね、これは。なんかこうね、ハニーみたいな感じで、はい、お顔の、測って分析していきました。黄金比率が出まして、お、要は長すぎず短すぎず、冷蔵庫に入ってる黄色い、白い綺麗なお卵さんと同じ、子供の部分も、私の顔タイプ診断、ソフトエレガントと診断されました。おでことか頬とかに直線的な部分より曲線が多いということも、ソフトエレガントという裏付けになるそうです。スカートをもし履くよっていう時は、なんかこうフリフリのスカートではなく、大人っぽくまっすぐスンってするやつですね。で当ててみると、なんかここのね、曲線とスッキリの直線と、で素材もこうブラウス素材で大人っぽく見えるので、これもスッキリデニムとか普通のブラウスと合わせてあげてもいいですもんね。フリルがついてるんですけど、ここら辺も全部についてるじゃなくて、ここら辺もなんかこうちょいっとだけついてるので、そんなに甘々しないんですよね。センタープレスが入ったパンツとかとスッキリ着てあげてもいいですし、甘いスカートよりかはこうですよね。で似合うものも教えてもらえたんですけど、こういまいちになりがちなものっていうのも詳しく教えてもらいます。私はこれを知れるのが本当に嬉しかったです。で買ったはいいけどしっくりこなくて着ないままの洋服っていうのが本当にクローゼットの肥やしになりがちな私なので、今度から買い物に行ったらこれは選択肢から外すっていう基準を知れたっていうのもすごくありがたかったです。で今回もう一つ感動したのが、小物で似合うものも教えてもらえたこと。昔からですね、私帽子、そしてアクセサリーで、サングラス、メガネなどのファッション小物がもう全然似合わず、選ぶのが本当苦手だったんですね。買ったはいいけど全然似合わないからつけないみたいな、もうこれもまた無駄なものが増えてしまう要因だったんですけど、そういったものも全て詳しくアドバイスがもらえて、これものすごく嬉しかったです。次は似合う柄も教えてもらいました。大きな花柄や細かい小花柄よりも余白が多く、花びらと草が半々ぐらいとかっていう、直線と曲線半分ぐらいだと花柄でもいけるとか、で特に似合うのはグレンチェックだとか、派手すぎずフェミニンすぎないという、ちょっと辛口が入っていた方がよく似合うと教えてもらいました。もともとあんまり柄物は着ないので、そんなに買うことはないんですけれども、でも買う時の参考になりますよね。グレンチェックすごく好きだったので嬉しかったです。この後やる骨格診断の結果を考えたら、ソフトエレガントなんだけどクールタイプのお洋服、クール寄せでもいいというアドバイスももらいました。実際こうやった資料を見せてもらったら、クールタイプのファッション一番好きでした。しっくりきそうなんです。
そしてこれが今回本当一番感動したかもしれません。それは顔タイプごとにここで買うのがおすすめというアパレルブランドがこの4象限マトリックスですね、これで大量に仕分けされていたということです。しかもさらにそれが札幌市内地元で買えるブランドは黄色で色分けされていたり、とにかくね分かりやすくまとめられていたんです。こういうの本当に知りたかったって、これ本当に感動しました。これだけでもここ来てよかったなと思えたくらい、アパレルブランドにさほど詳しくない私みたいなファッション凡人のアラフォーにはこれありがたすぎるサービスだったと思います。時々シップスとかでもいいですよね。最後にアクセサリーもバッグもメガネも似合うタイプをしっかり教えてもらいました。特にメガネは最近いよいよ老眼が始まって、ついにメガネライフに強制的に突入するというふうになっているので、少しでもおしゃれに見える、自分の顔に似合うものというのを教えてもらえてよかったなと思います。ボストン型というふうに、私はこういうボストン型が似合うそうです。ここぐらいでも首がだんだんうるさくなってくるんですよね。はい、もうすごい丸くなるっていうか、全部が私の場合こうやって首元が詰まっている洋服が鬼門だそうです。でもこれは元から自分でも全然似合わないなと思ってたんですよね。でスカートも広がるタイプのフレアスカートよりもこうストンと落ちるタイトなものが丸ということでした。全部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 ネックレスの位置なんですけど、はい、で例えばここまで長すぎちゃうと、これもナチュラルさんが得意なんです。ちょっとなんかだいぶこうやってアクセサリーが似合う長さっていうものがあるっていうことも教えてもらいました。この辺りがめっちゃ綺麗じゃないですか。だけどここの鎖骨より上がっちゃうんですよ。苦しそう思わずハモるほど自分の首がすごく苦しそうに見えるのが分かります。今度は細く見えるウエスト位置というのも測ってもらいます。おへそこの辺りなんで、あ、やっぱり、うん、4センチぐらいですよね。上ですね。ここがね、ジャストウエストです、ね、ウエストがないように見えますね。どこにウエスト位置を持ってくるかでも着痩せして見える見えない細く見える見えないの要素になるということ自体知らなかったね。厚さはないのでちょっと一瞬ウェーブかなって思うぐらいの、やっぱりあのウエスト1腰高さんの、ストレートさんでございました。メリハリボリコさんでございます。筋トレしたら結構すぐ筋肉つきません？はい、もうすっごいパンパンになりますもんね。もうすぐパンパンアップしますもんね、はい、そうなんですよ。もう元々生まれつき、はい、骨格診断は骨格ストレートでした。まあこれはやっぱりという感じですね。そして骨格診断からおすすめのダイエット方法も教えてもらいました。筋肉を使うと楽しいんですけど、つきすぎちゃう傾向があるので、しなやかにストレッチとかヨガとかで、柔らげる運動とか、有酸素をやっぱり入れていかないと、そうそう、っていうのがストレッチ。はい、筋トレ楽しいと思って、筋トレやると、結果です。めっちゃ張ってくるんですよ。右か左かどっちかの腕の内側見せていただいてもいいですか？はい、ありがとうございます。こちらがブルーベースです。こちらがイエローベースです。でどこでねお肌が綺麗に見えるかなっていうところを見るんですけど、うん、こう見ると意外とそこまで黄色みは強くないかな、うん、になるので、このイエローベースをイエベとブルベの間のニュートラルって言われるものに変えますね。でこの明るい色同士で見てます。ニュートラルに変えるとちょうど肌色健康的になりました。青みすぎるとちょっと白っぽくはなるんですけど、黄み青み中間のニュートラルでちょうどすっきりと見えてますので、ボディカラーはそんなに黄みすぎず青みすぎずというところです。はい、黒目は結構ダークめですよね。深めです。目の縁は割とはっきりしてる方ですね。はい、 OK です。いいですね。で張り腰もあって一本一本しっかりしてますね。はい、と思います。はい、ここからいよいよカラードレープを当てて16カラー診断です。実は私数年前にも4タイプのカラー診断は受けたことがあります。イエベ、春、秋、
ブルベ夏冬みたいなやつですね。でその時はブルベ夏って診断されて、まあ、それに合わせてそこからメイク道具も揃えたりお洋服の色を変えたりもしたんですけども、なんかどうしても顔色が悪くなってしまう気がして全然しっくりきてなかったんですね。青みのあるカラーが似合うって言われたけど、そうするとどうしても自分の目の下のクマとか、なんかこう青い血管とか顔色の悪さが目立って具合が悪そうに見える気がしてたんです。でもブルベ夏って言われたからそういったリップとかアイシャドウとかを何本もニットやブラウスも何着も買ったんですけれども、結局なんか顔色にしっくりこなくてお蔵入りになってました。でもどうやら今回ブルベ夏ではなさそうです。診断結果はウォームオータム、明るすぎず強すぎないシックな色合いです。なんと前の診断でブルベ夏なら似合わないって言われていたテラコッタカラーなんかも実は似合うということでした。で自分でもこれピンクよりもオレンジの方が似合う気がするんだけどなって感じていたので、結局は自分の感覚っていうものも合ってたんだっていう、そういう自信にもつながりました。お願いします。そしてここからはドキドキのメイクレッスンです。見よこの大量のデパコスたち、これはときめきますよね。憧れのコスメブランドたちの中からアイシャドウやチークやリップを自分の診断結果をもとに選んでいきます。これ多分ね、薄いけどこれも可愛いけど、うん、こっちすごいしっくりくると思いますよ、おしゃれ。でもあのお持ちのディオールの系統は似てます。似てる感じなんですね、うん、これはちょっとときめきますね。久しぶりにメイクでときめきました。ここからは選んだアイテムでメイクを施してもらいます。楽しみですね。特に今回勉強になったのは眉毛の描き方。なんとなく私は眉毛が結構残っているので地毛に沿って適当に描いてたんですけど、顔立ちに合わせて眉山の位置なども教えてもらいました。角のある眉山を消したり不要なところをコンシーラーで消すという技も伝授してもらって完成です。で髪型も即席ではありますがソフトエレガントの顔に合ったちょっとしたひし形ショートにセットしてもらって、アクセサリーも似合うものというのをつけてもらいました。リップもいい色ですよね。帰ってきてからそれを忘れないうちに眉毛の描き方をおさらいして、お蔵入りになってた似合わないリップたちをすっぱりと手放す決意ができました。洋服も骨格診断とカラー診断を参考にレンタルしてみました。でアラフォーになると流行りの服をどんどん次々買うよりも自分に似合うっていう気に入ったものを身につけたいと思うようになりました。メイクもメイクしたのに顔から浮いてしまったりとか、かえって顔色が悪く見えて疲れてると聞かれたくないし、洋服も自分に似合ってるものを身につけたい以上に似合わないものをうっかり買いたくないっていうのもあったので、まああと着痩せしたい、そういう欲望を全部乗せで叶えるテクニックを今回教えてもらえたような気がします。これまでのメイクや着るものがしっくりこなくなるアラフォー世代の方がまた次のステージでメイクやおしゃれを楽しめるように、この動画が少しでも参考になれば嬉しいです。一応まあ札幌ではありますけど、私が今回お世話になったサロンさんのことも概要欄に詳しく載せてありますのでチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。猫倉理恵でした。